皆さん、こんにちは。根元整体の根元です。今日は、よく皆さんが使われるストレッチのグッズである、ストレッチポールについてですね、今日は短い時間ですが、お伝えしていこうと思います。ストレッチポールの方ですね、私が整体院として、皆様にですね、お伝えする背骨、よく背骨のですね、ストレッチポールの使い方されている方多いのですが、具体的にですね、どういう方向に置いたら有効かということをですね、これからご紹介していきます。まずこちらのですね、画像を見ていただくと、ストレッチポールを背骨に対して縦に置いている方非常に多いと思います。これはですね、リラクゼーション効果ありますが、背骨の動きに対してですね、改善がなかなかできません。むしろですね、この次の画像、横向きですね、こちらの方に合わせて置いていただくと、胸椎というのがですね、後ろに反りやすくなりますので、反り腰、皆さん反り腰とよく言いますが、反り腰のですね、なってしまう原因、胸椎が反れないので腰が反りすぎてしまう方は、この胸椎の方を反っていただく置き方がすごい効果があると思います。またですね、下肢の方の外側、もしくは後ろ側ですね、この外側と後ろ側も硬くなると腰痛の原因になってきます。この部分にもですね、画像のように置いていただくと、横の側屈とか前屈が楽になります。腰痛に関してですね、動きが悪くなると、このようなですね、腰が代償してしまって腰痛になってしまうので、ストレッチポールをですね、転がる要素というのをうまく使って、腰痛のですね、根本改善に利用していただければと思います。ストレッチポールのですね、使い方についてもまた YouTube 動画でご紹介していきます。本日は動画をご覧いただいてありがとうございました。